あなたにも関係あるかも。金融犯罪の話。金融機関から手紙が来て、口座情報などの回答を求められてるけど、これって何？回答しなくても問題ないよね。いえ、大事なことです。金融機関ではマネロン対策の一環としてお客様の情報を定期的に確認しています。マネロン対策って僕には関係ないでしょ。そんなことありません。え？日本では最近オレオレ詐欺などの特殊詐欺やインターネットバンキングの不正アクセスに関わる不正送金なども多発しています。これらは他人名義の口座を利用するなど、さまざまな手口でマネロンなどの金融犯罪が行われているんです。じゃあこれは自分の口座を自分で使っているか確認するためのものなの？そうです。犯罪組織やテロ組織は一般の利用者に紛れて取引を行おうとします。利用者の個人情報を確認・更新することで犯罪収益の移転やテロ組織などへの資金供給を防止、さらに皆様の口座が金融犯罪に巻き込まれていないかの確認にもつながるんです。なるほど。皆様の安心安全を守るために金融機関のマネロン対策にご協力をお願いいたします。